こんにちは、モノモースです。今日はちょっと遠く、ハワイからのニュースをお届けします。ハワイといえば、皆さん何を思い浮かべますか美しい海、豊かな自然、リラックスした時間、そんなイメージがあるかと思います。でも、今、そんなハワイが大変なことになっているんです。ハワイのマウイ島で山火事が発生し、その被害は甚大。そんな中、日本政府が約2億9000万円の支援を決定したというニュースが入っていきました。この支援金は、被災地で活動を行うアメリカ式数字や、現地のニーズを踏まえた被災者支援を行う NPO 法人、ジャパンプラス、 プラットフォームに提供されるそうですさて、ここで私の意見ですが、この日本政府の対応は国際社会における日本の存在感を示すものとして非常に重要だと思います。しかし、一方で、このような支援が必要となる災害が頻発している現状を見ると、地球環境の保全に対する取り組みが急務であると感じます。私たち一人一人が日々の生活の中でエコロジーを意識することで地球規模での災害を防ぐことにつながると信じています。ハワイの山火事は遠く離れた出来事かもしれませんが、地球は私たちが共有する唯一の星。 だからこそ、私たち一人一人が行動を起こすことが大切なんです。最後に、被災された方々へ心からお見舞いを申し上げます。そして、支援活動に携わるすべての方々に深く敬意を表します。それでは、今日はこの辺りで、次回も、モノモースと一緒に、世界の出来事を考えてみませんかお待ちしています。